山形県蝉温泉の岸寮旅館っていうのは老舗旅館で、ここローマ風呂からちょっと吠えさせていただきます。今日本はねサイレントインベージョンね、大変なことになってます。国民がね知らないだけでね、国民が知ればこの危機感はわかるんですが、まずねほとんどの国民はね日本がねもう終わっちゃうね、もう侵略されてね、植民地化されるっていうことをねみんなね本当に知らないんですよね。我々ねネット住民だけがまあまあ知ってるっていう感じでね、日本国民はね覚醒しないとね本当にね日本はねなくなります。火はのまた昇るね、持ち上げるにはね何をすればいいか、それはねもう唯一ね決まってるんですよ。積極財政出動ね、 MMT による積極財政出動。あとね多分これやればね 5年後にはね給料2倍になります。本当になります。乗っ取られますね。そんなことしているうちにね静かに攻めてくるの、我々は属国化されますね。の同州制、あれによって日本はもうバラバラに分断されね、分断されたね。はい、皆さん覚醒しましょう。もう日本はねもう危機の真っ只中、覚醒しないと日本は本当になくなります。皆さんネット革命を起こしましょう。スマホ革命を起こしましょう。デジタル戦士を立ち上がれ、立ち上がってくれ。はい、これはね深し湯っていう、なんだ湯船ってことないな、深し湯室です。こちらも同じようにやって、ここをお尻乗っけたら全体がね暖かくなってね、暑いっちゃな、暖かいね、これね全部暖かい。あ、これなんだ、うわ、あれここに穴があるじゃない。あ、ほらここから出るんだけどさね、ここから湯気が出てくるよね、ね、だけどここに直接お尻を置いたらもうあちちになっちゃうから、一応この板を置いてここを温めて、それで、お尻を養生するというね、これ昔の人の知恵だね、これね。こっちにもあるじゃん、ほら本当に湯気が出てくる、素晴らしいね。これ冬になったらね本当にここポカ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 でね、素晴らしい。